大阪王将さんのメニュー1日かけて全部食べられるかの検証です。いや多分無理やと思う、普通に割とガチで。もうでもやっぱ俺頑張る、俺らで頑張ろう。まずは安藤さん、そう新社でございます。はい、駆けつけました。はい、最年少の、小野寺翼です。よろしくお願いします。いやじゃあもしかしたらバージョン2の可能性あるバージョン2になって頑張ってますか。バージョン2になって頑張ってますか。バージョン2になって。いやもう今飯ゾーンということで、せーの。ちょっと待って、ちょっと待って、マジなやつやめてよ。すごい気合いできましたよ。はい、乗用車サムライイーティングの時間です。どうもこんにちは、よろしくお願いします。お願いします、はい、本日はですね、はい、見ていただいたら分かると思うんですけど、はい、大阪王将さんにいただいてます。大阪王将さん、はい、はい、次のメニュー浜田山店。お、はい、はい、こちらで、まあ、とある企画をやろうかなと思ってるんですけど、はいはいはい、何ですか。なんか今日なスケジュール終日押さえてくださいって言われて場所だけ指定されてここ来て、僕何にも知らないんですけど、今日何やるんですか。今日はですね、はい、もう今までで一番の大型企画をやろうと思っていまして。大型企画。大型企画です。ほう、何ですか。もうタイトル言っちゃいますよ、はい、その名も大阪王将さんのメニュー1日かけて全部食べられるかの検証です。それマジ？それガチやってやんの？全メニューです。僕ねメインチャンネルでここお世話になってるんですよ、浜田山店さん。特にメニューありすぎて全メニューをやろうっていう気すら起きないぐらいめちゃめちゃメニューあんのよ。それで今日終日なの？いや多分無理だと思う、普通に割とガチで。一応営業時間としてはこの後11時からオープンするんですけど、夜の10時まであるので、まあ、結構な時間はあるんですけど、一応21時ラストオーダー。21時ラストオーダー、はい、オープン11時から、はい、ってことは12日に10時間ですね。10時間、はい、いや、え、3人で行くってこと。まあ一応まあサムライティングでやろうということで。え、待って、全メニューってさ、ご飯もそうだし、瓶物もそうだし、はい、あれだよ、お酒とかもあるじゃん。あ、ドリンクも全部いけます。え、で、サムライティング全部やるさ、全部やるんですよ。嘘でしょ、マジでやんの。はい、いや、絶対無理だと思うよ。めちゃくちゃ量あるよ。いや、多分10時間あっても全然無理だと思う。ビビってるんですか。いや、ビビってるんだったらビビってるって言ってくれればってそれでいいし、ビビってるほい、本当に無理だと思うよ、マジで。全然多分何してんのあなたたちで終わると思うよ、まあ、っていうレベルだと思う。まあちょっと、まあ、特殊措置でいいか分かんないですけど、まあ各メニュー大盛りとかあるじゃないですか、麺、はい、そこはなしでやらせていただきます。今回は大盛りはなし。ただセットとかは全部やりますし、はい、もちろん何だろう、ちょっとびっくりしたのは、はい、昨日から新メニュー始まってて、本当にちょっと量が増えてたんですよ。いや、本当にマジでこれ企画もう一回考え直した方がいいって。3人じゃ絶対無理だから。だから思うじゃないですか。で、やりますよ、3人で気をつけてやりますけど、絶対無理無理、これさすがに無理。ただ僕らはまあ4年やってきて好感度がめちゃめちゃ高いチャンネルじゃないですか。僕はいろんな方に連絡はしましたよ。こんなことやってるんですけど、もしお時間あったら来てくれないですかみたいな、ちょっとご連絡させてもらったんで、もしかしたらこうポロポロって誰か来てくれるのかななんて思ってるんですよね、ゲストが。でそこもちょっと僕は個人的に楽しみにしながら今日一日食べていきたいななんて思ってるんですけど、どうですか。スケットってこと。スケットです。あ、え、まあ、マジで。オグ YouTuber とも言ってないですけど、どんな方が来るか、いろんな方が来るかもしれないですけど、確定は取れてないんでお声掛けはさせていただいてるっていう。それならワンしゃあるかもしれないけど、でも1人とか2人とかのレベルじゃないと。しかもガチのフードファイター、正直、まあ、ここで言うと110品ぐらいは、110品ぐらいは全然ありました、はい。ちょっと待って、それもう完全に黄金伝説の丸パクリじゃねえかよそれ。それやんの。やります。マジでやんの。いやもう本当に今回大阪王将さんが全面協力していただけるということで、はい、はい、営業中にもかかわらず我々のために店長が鍋を振るってくださるということなので、明日で何歳になるんですか。明日で僕43歳になる。今日43品は43品は俺分かった。今の話だと助っ人の方が来てくれるみたいな。もうでもやっぱ俺頑張る、俺らで頑張ろう。まずは俺らが先頭走って、でちょっと足りない部分を補ってもらってみたいな感じで、頑張ろうよこれ。ほんと頑張ろう、マジでやるから。ドリンクだけちょっと1点注意点があって、はい、まあ大阪王将さんいろんな飲み物あるんですよ、はい、オレンジジュースだったりコーラだったり、はい、っていうのを、まあ、このそれの飲み物を制覇したっていうカウントになるのは、その時間帯でのカウントにさせてもらいたいと思います。
途中で好きなの飲んでいいけどカウントされないよってことでしょ、はい、ってことでやらせていただきたいと思います。なるほど、この時間帯はこの水分なんて一滴もいらんからどんな余裕ないからちなみになんですけど、はい、ラーメンは会員ですか？会員じゃない？ノー会員。ノー会員で大丈夫です。あ、それはだいぶでかいわ。ラーメンのスープはいいんですけど、定食セットとかチャーハンになると、はい、中華スープついてくると思うんですよね。ああ、うん、そうだね。それはもう飲みで、もちろん。まあ、飲みで、じゃあそこは。それはもちろんです。はい。いやー、これ、侍が一皮むけるチャンスだな。急上昇2位狙ってますから。1位じゃないですね。1位誰？ 1 位は多分。使えない。こういうこと言うからいけないんだろうな。ごめんなさい。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで準備が整いました。いやー始まりますね。完全にマジな量ですね。これはもう一品料理です。あ、この最初は一品料理を。そうなんだ。このいろんなね、一品料理あるんで、おいしそう。はい、うん、この数いただいていきたいなと思います。はい、ちょうどじゃあ11時なんでスタートの掛け声を。それでは、はい、大阪王将浜田おでんさん、うん、全メニューセナチャレンジスタートです。いただきます。いややばいなぁ。ここホイコーロ行きます。じゃあ僕レバニラ行きます。てかこれ量多くないっすか？一皿一皿。いただきます。うん、そうですね。うん、うまい。あ、うまい。米が欲しい。これ野菜めっちゃシャキシャキっすね。すげえ、うん、超うまい。もういただきます。レバニラ。どう？めちゃめちゃ美味しいです。柔らかい、お肉が。お肉が、お肉が柔らかくて、野菜をシャキシャキで美味しいですね。これ、米欲しいです。米食べたいです。いや、別にいいっすよ、感動しないっすよ。それはやめよう。じゃあ、それはやめよう。これ、めちゃめちゃ美味しい。チャーハンで。レバーも全くパサついてないんですよ。すごいしっとりしてて美味しいです。でも加減、炒め具合がすごく絶妙で、これエビチリゲーゲー。何個入ってんのよこれ。すんげえ量入ってんだけど、でっかいエビが。10個なんだこれ。おお、うめー。エビがでかくてプリプリや。唐揚げみたいなのいってみよう。なんだこれは。あ、これ油淋鶏じゃない？大判油淋鶏。大判油淋鶏。はい。これ、いや、まあ、2人前ぐらい乗ってるんですよ。これで1人前ってやばくないですか？でも10時間あれば、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん3回分ぐらいだと思う。これ完食です。お！決まってますか？うん。食べてみるくらい。いいですか？いい、食べない。一個めちゃめちゃ美味しいよ。完食。あ、お長いです、完食。これレバニラですか？うん、美味しそうですか？やばい、なんか、この食べ楽しいな。すげえ楽しいです。うわっ！レバニラうまいね。肉めっちゃ柔らかいし、臭みゼロ。なんこれ？今のところすごい順調ですけど、いい感じでいけそうな気がします。はい、レバニラ取りました。今日僕も画面外ですけど油淋鶏いただきました。えっと、最高。エビチリ、うん、オッケー。めっちゃモテる。なんと、はい、ゲストさんが2名とも来ていただきまして、安藤さんと小川さんが来てくれました。マジで、はい、え、マジで、はい、なんで、入ってもらいましょうか。お、マジで、ありがとうございます。そうぐるっと回って、入っていただいて、ということで、こちら第一陣のゲスト、じゃあ手前からいいですかね。安藤チャンネルを運営されてる安藤さんと、そして、山梨県富士吉田市のキュースタの地下1階、はい、吉田のトマさんを、はい、許されてる新ちゃんでございます。すみません、ありがとうございます。はい、結構マジでちょっとびっくりしてるんですけど、マジで愛知から来ていますか？近所です近所？近所です。山梨からちょっとマジで本当にマジでありがとうございます。どんどん温めて召し上がってください。助かったです。どっかも出てください。
そのもありっす。ポッポさん初手取らなくてよかった。いただきます。何してんすか。間違えてますね。今ふと冷静にマリに書いたんですが、このためだけにこの杉並まで行って、はい、そうですよ。チャンネルさん概要欄に貼らせていただきます。そしてトーバさんもね、情報を貼らせていますので、ぜひ見てください。本当にめちゃめちゃ美味しいものがありますから。やっぱ、いろんな方が今日分かるとペースも進むし、食事がすごく楽しい。楽しそうですね。楽しい、めっちゃ楽しい。いや、シンプルに嬉しいですよ。どこから人があったのは。俺はご飯欲しくなるんですね。大丈夫です、全然。食べます。いやです。チャーハンとかもありますよ。俺はうまい。俺はご飯だよ。うん、それ欲しくなるんですよね。ね。それがそれぐらいいいっていうご紹介じゃないけど、そんな気持ちになっちゃってしょうがないわ。すごくなんかいろいろお世話になった人にこうね、すごい影響ですね、これね。どうですか、うどん自身、お味は。全然美味しいですよ。お前、なんてこと言ってんの。なんでうどん自身って。仲良しだね。仲良しだろ。ハンバーグ方はいないっすけど。ミリオンカフェのおかみさん。あ、本当だ、ほんのり辛い、これ、ピリ辛。鶏肉の。あ、唐辛子の辛さ。これ、マーク焼いていいですか。いいですか。6人前焼きます。あ、ありがとうございます。普段、中華とかで食べます。画面外から失礼します。豚肉とナスの味噌炒め完食です。うん、結構ちゃんと山椒が効いてる。うん、おお、めっちゃ食べ方ついてガツンとくるね、これ。これいきますよ。酢豚も完食です。麻婆豆腐も完食です。ふわふわふわ、めっちゃ美味しい。ふわもち、これごま団子じゃない。これごま団子です。超うまいですよ。なんかふわふわもち、ふわもち、あ、本当だ、なんかふわっとしますよね。超うまいです。この会社だといけんじゃないかな。実はこの一品料理、僕は11時から12時で聞いたんですよ、タイムスケジュールを。はい、今11時50分なんですよ。10分巻いてる。まあもうどんどん巻こう。だから、まあ、正直僕帰れないと思ってるんで今日。はい、もしかしたらリラしちゃうんじゃないかな。この感じだとね。ちなみに今なんか全然いける。マジ2.5倍ぐらい。トカさん2倍。おお。今10月25日ですね。はい、期間限定でスタートしたみたいで、まあ、新メニューというか、はい、今ちょっと手前に出てる、まあ、まだもっとあるんですけど、メニューが、はい、まあ、先に出させて、よしな出させていただいて、はい、スタミナ炒めカレー、はい、ちょい盛りカレー、はい、麻婆豆腐カレー、はい、で鈴木さんの目の前が大阪カレーと。大阪カレー、はい、へえ。甘いですね。甘い上に後からピリッとくる、いい感じです。甘いからの辛い。甘いからの辛いスパイス。甘いからの辛いです。どうぞ、どうぞ。うわ、甘いから辛い。いいですね。本当だ。ちょっと、いい辛いですね。スタミナどうですか。合います。超うまいです。なんだよ、それマジで抜群です。あ、はい、すげえな。カレーゾーンもちょうどいいですね、今ね。ちょうどいいですね。
めちゃくちゃ美味しい。あの思ってるだいぶ甘いですね。後から辛さがうわー、後からそうですね。本当に濃い。お待たせしました、ふわとろ天津カレーと唐揚げカレー、こちらです。でかでかでかい。いや、めちゃめちゃでかいですね。これです、フルもち水餃子カレー、油淋鶏カレーがございまして、これラストです。はい、元祖餃子カレーでございます。はい、普通のカレー完食。おいこんなにやえ、でも本当に昨日からガチらしいっす。なんか歴史を感じる味ですよね。なんか元々あるんじゃないですか。まあ、そうだ、新メニューなんですけど、基本と昨日なんで、僕らも撮影日を嘘つけばなくしてもいいところではあったと思うんですけど、なるほど、サムライティングの方はそれじゃないだろうと思って。そうですね、サムライティングぐらいだから。あ、すいません、僕もおしぼりいきます。あ、大丈夫ですか。おそらくですけど、選ばないそうな、ちょっとハードめのやつ僕言っていいですか。この辺多分ハードだと思ってます。僕ちょっと唐揚げいきます。唐揚げだね。うん、で、お方、あの、義務なら義務って言ってくださいね、ほんとに。おいしいから、カレーとマグロがあります。あ、マグロ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 、いただきます。え、それ、僕もいいっすか、食べちゃって。いただきます。どうっすか、ふわっとっすね、マグロ。これ、いじれんじゃない、めっちゃうまいっす、これ。ふわふわった例えるのは何ですか。なんか、雲おそらくね、おそらく雲を、はい、食べたい、おそらく雲ってこんな感じなんだなっていう、その、小学校の頃に、なんかそう思い浮かべ、ごめんなさい、本当ごめんなさい、俺も多分どうしようかなって思ってたんです、最初から。お米ゾーンに入ってる。自分もお腹いっぱいになってきました。でも重みが違うね、お米って。あ、なるほど。質というか。はい、唐揚げカレー入れてました。うまっ。小さな食べました。すごい進んだっすよ、お二人のおかげで。めっちゃ食ってるで。アムさんまだ何となくわかるけど、トーマさんめっちゃ食ってる。食べてきました。結構びっくりなレベルになってる。そういうことで、何やろ、はい、この辺りで次のゲストがご到着ということで、チェンジのターンみたいな。次々ゲストさんが来てくれるパターンなの。たまたま本当に今一眼がパチンと終わったので、はい、というわけで、じゃあ一旦戸川さんと安藤さんには、はい、ありがとうございました。じゃあまた後ほどで、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。お力になっていて、ありがとうございます。また後ほどお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、鈴木さん、はい、次のゲストなんですけど、はい、呼んでいいですか。はい、じゃあお願いします。お疲れ様です。マジでマジで、はい、駆けつけました。マジで一旦自己紹介お願いします。はい、初めましての方、初めまして、イベフラマネと申します。マジで来てくれたの。大食い王のタイトル取ってる本物ですよ。どなたが言うてるんですか。いや、今ね、企画でじゃあ、せっかくなんで、ちょっとおー、ありがとうございます。すいません、いただきます。そうどうですか。これもお子さんも好きなカレーだ。あ、言うかそうです。内側でも、うん、スーパーとか簡単麺。はい、そう、簡単麺。なんか、俺最近エビがアゴちゃんにもいいでしょ。マジで。それ、なんか視聴者さんにも言われるんですよ。言われる。あのちゃんめっちゃ好きで、うん、全部の SNS フォローしてるぐらい好きなんですよ。申し訳なかったし、めちゃくちゃ可愛いの。いや、マジでちょっとね、あ、じゃあ髪型とか寄せてんの。いや、でも寄せたっていうよりかは切ってからめっちゃ言われるようになりましたね。いやー、まさかの情報になっちゃうし。世界は2位取ってますしね。そうだよ、いや、レイさんズじゃん。
チャンネルですよ。だってあの頃はなんかこの数千人ぐらいのまで YouTube のチャンネルで一緒になんかガオから始めて3年で世界にいてすごいと思いますよ。それでも私の人生もあの第1回目のガオでめっちゃ変わります。それを言うと、いやそれが今こうして誰でも見ない。どうすか、目指すところとかあるんですか。もしかしたら鈴木さんに前話したかもしれないんですけど、結局その、なんだろう、自分の影響力とかが高くなかったらお店の宣伝にはならないじゃないですか。自分で撮影させていただいて、だからもっと自分の力をつけてお店の力になるというか。うまっこれ、ほんとに聞いてる、聞いてる、美味しいですよね、頑張る。自分の力をつけて、そうつけてそのお店がなんだろうな、ちょっと人気になるんじゃないけど、お客さん集められるぐらいの、インフルエンス力をつけたいなとは思ってますね。ああ、影響力、うん、それが久保あれだ、モチベーションもらってるんだよ。日々日々だと、ごちそうさまでした。これ美味しかった。おい、おい、この麺ゾーン行っていただいて、はい、あ、ありがとうございます。おばあさん、はい、鈴木さんね、ガソリン満タンですよ。満タンですか。もう早く満タンです。すごいことになってます。鈴木さんって私が最初、なんだろう、テレビで見てて憧れてた人だったから、そう思うと、こう隣でご飯一緒に食べてるっていうのをもう光栄でしかないんですよ。そういうのは、ここだけじゃなくて、SNS とかいろいろあるんじゃない。全部言って、地上波とか全部で言いません。冗談冗談、ありがとうございます。いやいや、でも本当にそうですよ。女性の方も盛り上げていただいて、いや、ぜひ。ありがとうございます。なんですかこれは。こちら炒め焼きそばでございます。おお、これが炒め焼きそば、すごい、もう麺系がどんどん来るっていうことですね。はい、こちらがフリパイタンラーメン。初めて見た、フリパイタン。はい、こいつが完食ですかね。はい、ありがとうございます。新しいの入れてくる。お出ししました、ニラそばとタンメンです。美味しそう。ちょっと2個来たんで、僕1個いただいていいです。チームプレーなんで。もう一回、違う違う違う、もういただきます。どんな違う、どっちかいい、どっちでもいい。じゃあ私タンメンいただきます。そうだ、今さ絶対ニラそば好きでしょ。美味しそう。似てるんですよ。ここからお母さん復帰でね。はい、どうですか、ギラ思ってたより辛くなった。美味しいです。あ、そんなに辛くないんだ。でもさっぱりですけど、すごいコクがあって、うん、はい、カリパイタンラーメン完食です。うん、勉強します。カメラインって言って、もともとその動画は行って、俺が行ってっていう4人で、で、撮影とかは初代ゴリちゃんとね、この場あったんだけど、初代ゴリちゃんとか。おじさん、今日来ねえかな。さすがに来ないか、おじちゃんは。やっぱ趣味が合うわけよね。TBS のフードバトルクラブが好きだから。から、会おうっていうのやろうみたいな、何かやろうみたいな話になって、その時にはメインはこう裏をこう、いろいろ手配してくれる人、やっていく中で、うちも出てきた。出てきただけの関係値にとどまらずに、そこからここ交流生まれて、いろいろあって、今一緒にやってるっていう。どう存在的に。エビちゃんにとって、小川の存在。そもそもここが一緒に映像に出ることってほぼないんだよ。ないよね。俺も見たことないよ。レアで。勝手にだよ。勝手に俺は、エビのお父さん的存在だと思ってる。あ、そう。やっぱそう。お父さんであり、お兄ちゃんです。たまにめっちゃぶつかるんですけど。どういうことね。結構ぶつかることたまにあるんですよ。自分を思ってくれたゆえのぶつかりみたいなのが結構あって。そうだ、だから本気で言ってくれるんですよ。だから本気で言いますよ。僕ら的にはどう、ね、どういう存在なんだよ。妹っていう方が近いのかもしれないですけど、妹がいたことないから分かんないですけど。じゃあ、お互い同じような感覚ってこと。思いっきり結果さんと1ヶ月ぐらい口利かないときありますよ。え、その意見の違いね。なんかね、はい、俺はこう思ってる、いや私はこう思ってる、こう思ってる、あ、ダメだから死んで1ヶ月ぐらいですよ。もうこうなっちゃう。じゃあ、ちょっとこれニラそば終わったんで、このままガンガータンメンいっちゃいます。いいですか、いっちゃって。鈴木さん、これ全部いっちゃってください。はい、ということで焼きそば完食です。美味しい。まあちょっとなんですけど、お魚なんですけど。
僕でもこれ一旦これ食べ終わるんで、ちょうど食べ終わるんで、なんかゲストが次登場したって今連絡来たんで、ちょっと行ってきていいですか。うん、これでもうちょうどいい具合にかける。うん、はいはい、これだけ皆様のお力でいけられる。おっと、おばさんも完食ですね。エビちゃんもさらっといっちゃってるじゃないですか。でもお腹まだ全然違うんですよ。ちょっと待って、はい、お答えできます。はい、まずよ、目つぶしてほしい。逆にもう手の目、ちょっと待ってね。あ、いいね。そのまま目としたまま左向いて、左ですね、左向いて、じゃあせーのでやってみますよ。せーの。うわぁ、びっくりした。ちょっと待って、マジなやつやめてよ、本当に。すごい冷やせてきました。もうびっくりした。来ていただきました、あのロシアサンダーさんとキング山本さん、武士さんです。ちょっと一旦座るのか、一旦座りましょう。ちょっとごめんなさいね、山本さんは武士さんでお世話になってるから、なんとなく、まあ、リアさん誰かは僕だけ。あ、ちょっと失言が、ごめんなさい。マジのロシアンさんですよ。偽物とかいない。いやいや、だってこれさ、俺の偽物はいないじゃん。これね、あのサムライティンっていう低評価を生みがちなチャンネルなんですよ。初登場ですか。そう、こんにちは。ありがとうございます。せっかくなんで、じゃあ、改めてあのカメラの前の皆さんの自己紹介をお二方お願いします。はい、お腹が空いたらモンスターというオープニングチャンネルをやっております、ロシアン佐藤です。よろしくお願いします。うわー、やばー、それ今まで言ってました。そして、いや、もう全くやです。めちゃくちゃ無理やん。いや、ここやばい、これやばい。ちょうど来ましたよ、モモクロあんかけ焼きそば天津麺。おいしい。こちら、ハッピーよ。ここ天津麺、おいしいよね。野菜たっぷり味噌ラーメンです。おー、どんくる。モモクあんかけラーメン。おー、おいしそう。美味しいやつや。中華そばの小。おー、小小小小とかもあるのか。全然濃いでしょ。完全にあるのこれ。もやしラーメンと、はい、ネギ塩焼きそば、はい、おで、これが今ちょうどラーメンゾーンの最後の6品になるので、ここを、はい、超えると次のステージに上がります。お、食べたい。いただきます。いただきます。すげえ面だな、これは。いやいや、もう一回出した。うわぁ、うわぁ、ちょっと待って、いいですか。ちょっと待って、おい。なんかちょっと出汁が、優しい出汁が効いている。僕のイメージで言うと、やっぱ山本さんとロシアもすごいこう昔から大食いをね、こう同じような時間を共にしてるっていうイメージがすごく強いんですよ。実際って、あー、でも長いかもしれないですね。そうだね。でも山本さんの方が長いよね、またね。あ、まあそうね。だって見てたもん、出てるの。え、じゃあロシアの塩田さんとかと戦ってない。あ、そう、そうそうなんだ。私がギリギリギャル曽根ちゃんと一緒になんか突然出た最後の世代でた。そうか、アンティラさんとかミラクさんとかと同じぐらいの時代。うん、あ、アンティラちゃんは私と同じ第4世代と言われる。何きっかけで大食いだったの？僕は番組ずっと好きで見てて、出てみようかな。次戦で。次戦。どうしたの？私、友達に、加藤さん食欲マジでやばいから絶対出た方がいい。なんか応募も、応募したのは自分だけど、応募フォームを友達に送られて、あ、これやってよって。うん、終わりました。お、あ、どんどん出てください。ロシアンとエビちゃんっていうこの絵面って、あるんですか、過去この女性のこの真ん中の2人。本当に初めて、一緒に食べるの本当に初めてだと思う。戦ったこともない。はい、そう、なんか大会は同じ風だけどブロックが違うとかだったから、そう、私が現役の時に一緒に食べたことはないままに私が引退宣言をしちゃったので。そうだよ、幻だね。うん、
なんでバトル引退したんですか。結構衝撃だったっすけど、みんなみたいにこのファイトできないって思ったの、単純に。私のてっぺんは世界戦、あの自分を超えられなかったモチベーションが。で、そんな中途半端な気持ちでずっと選手やってていいのかなって思ってたんだけど、なんか他にこうなんか食べる活動のなんか楽しさみたいなのを伝える方にシフトしたいなっていうのがあって、で、なんか中途半端な気持ちでどうぞやるぐらいだったらもうやめて、なんか楽しく食べる方に振り切ろうみたいな。引退差分されてそこそこ経つじゃないですか、うん、時間、うんうん、それ今どうですか。今までその例えばそういうなんかバトルっぽいの見ててちょっと血が騒ぐみたいなのはないのか。あ、でもね、楽しそうだなとは思う。だからガオとかもいいなって思う。なんかガオしてんの。してるしてるって。わぁ、衝撃の事実、ロシアンガオ知ってましたよ。それは知ってますよ、そりゃ。ありがとうございます。ありがとうございます。で、なんかああいうなんかこうザ・フードバトルみたいなやつすごい好きだから、ずっとだなとは思っている。これワンチャンちょっと作ってくれないかなって思ってます。え、だからあれじゃない、ロシアンが出てくれるようなルールも君が考えればいいんじゃない。だってもう引退されたって言ってたんで、だからそれはね、言えない。お前マジで出れるのやめろ。お前ロシアン喋れるよ。マジで出れるのやめろ。気持ち悪いな。いやさ、私から見たらさ、すごい柱のここからってこれでやってる。柱のここから喋ってんだよ。でそれこそトリコールを作っていただいて、トリコールバトルとかやりたいですけどね。超見たい、それ。どちらさんが作っていただいたやつでガオやるとか。あ、でもいい。制作側ってこと。そうですね、料理を。それはある。あ、やりたい、作りたい料理。すげえ、いいじゃん、いいじゃん、それ。こっちですか。みんな撮ろうかな。いや、もう山本さんがもうガンガン言ってくれるから。おー、山本さんって容量のピークっていつなんですか。6年とか人間食べないとか。で、体重測ったので 12.8 とか。増加量はですか、体重の増。ってことはもう13以上だね。ってことはもうあれだよ、かけるさんとかチェスさんとかそのレベルだね。90分って普通にやばいっすよね。アメリカ行ったかけるさんとか。定食のシリーズになっています。すげー、定食もやるんか。じゃあ餃子ダブル定食。でもとりあえず麺は終わった。麺終わりました。おお、これが一つバージョン。今日はシングル定食。おお、シングル。そっか、全メニューやと。全メニューってこういうことなんですか。水餃子、水餃子です。あ、そっか。欲張りセット、うん、チャーハン、餃子セット。おお、そっか、これ違うわ。スープが全部にスープが付いて。ラーメンはスープ簡易じゃなくてよかったんですけど、定食はスープ簡易で。ああ、なるほどです。でも、もうガンガンいっちゃってください、もう好きなやつを。はい、どうぞ、これがいい。ちょっとここ入っていただいて。はい。熱そうだよ、豚がパリパリ。熱そう。もう大阪王将さんといえば、もう餃子の代名詞ですから。うん。でも、どんどん召し上がってくださいね。もう、今日はブレーキかけなくていいですから。俺的にさ、サムライティングってチャンネルをね、2人でこうメインでやってるわけじゃない。こういう絵面を見た時にさ、あ、なんかすごいこう盛り上がってきたなっていうのをね、実感してる、すごく。いや、こんな絵面あって見れると思わなかったよ。いや、嬉しいですね、本当に。実は可愛い。皆さんもやっぱり早いですね、本職なだけあって。もう食べ終わっているって、みんな、皆さん。そうそう、体をもらっちゃうんで。全然高い。あ、すいません。すいません、本当に。ありがとうございます。食べていただいて。はい、最後によろしく。はい、オムライス餃子セットです。はい、オムライス餃子1人前、スープ。ありますね。ここいい。ここいい。お子様もらってもいいですか。お、ということで、ロシアンちゃんは浜田山セットですね。と餃子セットです。どうしたの？なんかちょっと色が黒いね。そう、なんか結構ガッツリお醤油ベースで、お肉めっちゃ柔らかいご飯が。お醤油ベースですね。美味しそう。うん。ふわとろ天津チャーハン餃子セットです。
うん、おお、違うんか。天津飯と天津チャーハン。ご飯がチャーハン。そうです。お母さんもお腹いっぱいでしょ。でも、まあ、まだ食べるのではないんで、1個入れて俺たら時間かかっちゃうから、もう餃子だけとか取っていいんですか。全然。じゃあ裏で僕食べましょうか。あ、そっか、チーズ食べてないの。じゃあこれでセパレートしようよ。はい、これ天津飯はね、ゲストさんに食べるんじゃないかな。チャーハンもらえます。じゃあニンニクチャーハンですね。そうですね、これを入れ替えて、よいしょ、戻ってきて、早っ。もうデカ盛りプレートじゃないかってぐらい早く戻ってきますね、これ。スープ全部ついてる。で、こちらぐらい入れます。はーい。はーい。もうちょっと長く。長いですね。お父さんはもう次のメニューに行っておりますよ。はい。こちらが天津飯の方なんですかね。チャーハン。はい。ここのね、天津系はめちゃくちゃ美味しいですから。ほんとに、いただけるのならコーラいただきたいな。すごいですね。ベアちゃんコーラ飲むよね。コーラ飲む、ふっくりの状態からコーラ行く。逆に食べやすくなるんですよ。炭酸ってね、もう本当にもう手に大丈夫よ。大丈夫ですか。うん、山本さんも大丈夫。僕も大丈夫。お先にゆうまさんとセパレートしたガーリックチャーハンの方はもうこちらなんでしょうか。はい、餃子ガーリックチャーハン完食ですね。店長に通るわ。お疲れ様です。全然ズボンは閉まらない。やばい。入らなくなってきとる。もう毎日飲むんだ。今混んでてる時、定食セットはオーリー。おお。うわい。でもスープ天国からの買い物食べるのかな。食べる。これさ、タレつけて餃子食べたら落ちちゃう。遅いな、言うの。うん。タレもなんかあって、餃子がしっとりして美味しくて最高。うん。はい、ということで皆様ありがとうございます。なんとここでちょっと情報が入りまして、ちょっとエビちゃんがぼちぼちちょっとお時間がということで、すいません、ちょっと編集がすいません、本当にそれは大事だ、申し訳ないけど。なので一旦この後エビちゃんには抜けていただいて、そしてなんか僕教えてもらったんですけど、なんかまた新しいゲストの方がちょうどそうそう来てくださるということなので、一旦ちょっと席替え含め、一旦ちょっと場をチェンジしましょう、はい、ね、ということで一旦皆様ありがとうございました。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 どうしたの。変だよ。一緒にいた時すごい元気だったのに、またそっち戻ったら元気じゃないかな。いてよこの腹。すごいね。8.5 割が欲しい。8.5 割。9割。じゃあね、時間あるんでね、先生。あ、はい、すいません、終わりました。ゆっくり行きましょう、楽しく。まだ行きます。いただきます。いただきます。これもマックさんが回復できれば。いやね、ほんと。これすごいよ。これ1人前すごいね。めっちゃ量あるし、めっちゃ重いし、これこれすごいね、量がデカ盛り、ちょっとデカ盛りぐらい若干ね。え、私これ今度頼もう。うん、なんだこれ、ご飯が食べたくなるな。ご飯ありがとうございますか。普通盛りのライスと、うん、小盛りライス。おお、こちらご飯セット。ごめんなさい、ごめんなさい。ねえ、私すごいめっちゃいい振りしたみたい。ほんとにもう最高の振りをしていただいてありがとうございますもん。あ、そう。え、でも確かに食べれそうな感じなんだけど。ほんとだね、うん、結構ご飯の量足りてない。うん、足りてないこれ、ご飯があれです。おいしい、麻婆丼。うん、これは完全に麻婆丼を食べながらご飯食べる。すごい。逃げ出すみたいな。チャーハンを。
結構ここで来たんでいいですか、ね、またゲストがいらっしゃいましたよ。うん、マジで、え、何何何、こんなに本当にどん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 ゲストが来てくれるの、わかんないです、僕本当にゴールはわかんないです。どうぞ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 、はい、お邪魔します。何してんのよ、邪魔していいですか。ちょ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 、マジで、じゃあ、せっかくなんで女性なんで中入ってください。へぇー、じゃあ、しおりちゃん、はい、ということで、じゃあカメラの前の皆様に自己紹介お願いします。どうもこんにちは、しおりです。今日は呼んでいただけて嬉しいです、ありがとうございます。はい、おちゃんどうですか、あの中華どうやって食べますか。中華めっちゃ好きですよ。お、本当に結構いける。いただきます。いただきます。いただきます。あと何て言うのか、米のとこ来たか、ついに100くらい。この前は 何ゾーンだったんですか。え、何でしたっけ。定食でしたね、さっきは。なんで今だいたい食べていただいたのが60弱ぐらい食べていただいたので、あと80。すごい、マミは半分食べなかった。すいません、麻婆丼食べました。はい、ほい、次お願いします。休憩すればちょっといけるようになるな、これ上のやつ。そういうしおりちゃんは今配信をやられてるライバーです。ライバー、どんなライブをしてるんですか。ひたすら喋ってる。食べない、一切食べないです。そうなんだ、本業はライバーなんです。あ、そうなんだ。何喋るの。雑談ですよ。コメント読んで、コメント読んで、もう毎日来る人がいっぱいいるんで、もうなんか家族と喋ってる感じです。あー、なるほどね。1日どれくらいするの。中日は1日くらい。6時間とかです。あー、うん、すごい。8時間喋り続けるの。喉カラカラになる。そこじゃないだろう。いやでも聞くこと。何喋るのよ。でも皆さんも最近されてますよね。あの YouTube ライブとか。うん。でも俺は YouTube ライブに関しては基本食べるがメインで、でなんかこうコメント拾ってたけど、まあせいぜい喋っても2時間だから。時間外でした。私もライブ2時間くらいかな。山本さんはライブとかをやるんですか。全くやってない。武士さんとかやってるんですかね。武士さんは僕なんか見たことありますけどね。一回ぐらいしかやってないんですけど。でも武士さんも月1回ライブやってるんですか。武士さんも月1回やってるんだと思います。なんとか言いながら、もう我々腹ペロですから、どん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 食べちゃってますよ。もうさすがにこのメンバーだとヘルスピードが早いね。すごいね。うん、ピュン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 やってる。さあ、ということで、この夫人になってからの一旦終わって、はい、一旦終わりました。はい、ちょうど、はい、もう結構お腹がいっぱいだったので。本当ですか。あの、無理なさってないですか。あ、無理だね。全然美味しく、はい、美味しくいただいて、まだ美味しい状態で、はい、残り試行はありますが、そうですね、ということで、そうですね、もうここで、吉田佐藤さんと拓哉さんはじゃあお別れということで、はい、すみません、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい、いやもう今飯ゾーンということで、今ちょうど一括りで今ロシアンさんとあの山本さん帰られたんで、続き始めていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、しますじゃあいただきましょうか。ちょっと待って、持ってるよね。一応説明してください。びっくりしてはるから。ということでですね、なんとこのサムライティング初代のカメラマンとしてディレクターでございます。お越しいただきました。どっちも本名なんよ。ご無沙汰しております、サムライティングの皆さん、こんにちは。ゴリちゃんです。よろしくお願いします。ゴリちゃんです。僕ちょっとせっかくなんで目の前でこれめちゃくちゃ美味しそうやなと思って。あ、はい、これ天津飯。天津飯。こっちが、天津チャーハンで、こっちが天津飯です。あ、お天津チャーハン。じゃあ僕天津チャーハンで行っちゃってください。行っちゃってください。もう美味しいですから。はい、ね、じゃあ行きましょうか。じゃあはい、せーの、いただきます。どうもゴリちゃんもね、ゴリちゃんのインスタ見てるとわかるんだけど、ものすごいクリエイティブだ。
ちゃめちゃくちゃうまいっすね。美味しい。うまい。めちゃくちゃ美味しいやつ。どうぞ、キムチは。キムチャーハンのあれは。キムチャーハン。初めて食べたんですけど。うん。ありですね。辛いとかある？全然辛くないです。この3人が集まったんですから、うん、ちょっとこれからでもしますか。なんで初対面ない。違う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 。そういう話って話題尽きた時にやるよな。また始まってボンドだった。ネタつける前なんですか。なんか今日楽しいっすね。待ってごめんなさい、でも食べてたんですよね。はい、早くないですか。笑いとプロなんだ。すいません。じゃあ、食べてください。俺ちゃん現場にいると、なんかもう無理に喋んなくていいじゃないけど、回してくれるから楽だな。俺素人なんですよ。本当にプロだから、オーバー。全然。食べてみましょうか。うん、すごい。ということで、ゴリちゃんの完食とありがとうございますと。いやー、だいぶもう僕の中ではもう佳境ですね。本当に提案があるんですけど、お友達本でいいですか。ちょっと食えなかった時お願いみたいな感じで呼んでたら、友達が友達を呼んで、さらに友達呼んで、結構来たんすけど。大丈夫。マジでマジで全然嬉しい、全然嬉しい。マジで。じゃあちょっと呼ばせていただきます。じゃあすいません、あの、じゃあ一旦この場はね、ご視聴さまして、じゃあ次お友達を呼ぶという感じで。ありがとうございます。すいません、一旦ご視聴さましょう。あ、わかりました。お疲れ様です。なんかね、またこのあのゴリちゃんのゲスト、ゴリちゃんの友達を呼んでっていう感じで、今なんか椅子がね、なんかすごい増えたんですよ。で、なんか背高いからみたいな言葉ボソボソ聞こえてて、なんか立ちになっちゃってるんですけど、僕なんかどういう感じなんですかね、これね。なんか大男がいっぱい来るっていう認識でいいのかな。さあ、どうなんでしょう、本当にドキドキしておりますけど。さあ、次なるゲストね、なんかもう1日食べれるかってよりはもうゲスト番組みたいになってますよね。じゃあね、次なるゲストはこの方たちに登場していただきましょう。おー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 。あの秋元康さんプロデュースで、はい、あの最近できたバッツリというグループで、はい、今日は、応援してきました。はい、お願いします。すみません、お手伝い自己紹介お願いします。はい、いいですか。はい、じゃあ僕から、鷲爪健二です。よろしくお願いします。鷲爪健二さんと柳田祐希です。すごい。渡辺誠です。お願いします。渡辺です。よろしくお願いします。はい、最年少の、小野寺翼です。よろしくお願いします。はい、今日はいっぱい食べます。鈴木渡るです。よろしくお願いします。じゃあちょっと3人3人でちょっと分かっていただいて、後半でちょっと、はい、チーム分けして、この後みんなで美味しくいただきそう。よっしゃいただきます。どんどんいっちゃってください。もういただきます。いただきます。美味しいよね。あ、美味しそう。美味しそうだね。箱田さんデビューで、プロデュースでデビューをされてる。あ、これから。いつ頃。まあ、今後それを目指して活動していく、いろいろ活動していくんですけど、はい、実際グループの活動的にはどういう感じなんですか。お歌とかダンス。そうですね、歌とダンスを、歌わせてもらうんですけど、昭和歌謡を現代に届けるっていうプロジェクトがあって。昭和歌謡、はい、昭和歌謡って何ですか。昭和歌謡っていうのは、昭和の時代に生まれた曲だった僕たちが、まあ、今曲と今このイケメン俺もバカにしたい。捨てないけど、俺はバカにしたよ。俺はバカにしたよ。知らんのか。ごめんなさい、ちゃんと分かってないかもしれない。それじゃ誰も分かんないじゃないですか。人生ミスったな。どなたが説明できる方いらっしゃる。俺が
後半に出るわ。80年代の日本の名曲をまたリバイバルするっていうような企画で、はい、なるほど。さっきあのフレッシュっておっしゃったんですけど、実は平均年齢で見ると30代半ばだったんですよね。グレッシュのマジっすか。はい、最年少で29で、はい、僕29歳です。僕が一番上ですね。38。はい、38です。でも30代。はい、食べたよ、ほら。早っ、すごい。本当ですか。早っ。もう今ちょっと届いちゃったんで、もう一人誰か食べますか。いい、食べます。一番なんか食べなさそうですけど、失礼ですけど、なんか柔らかい雰囲気あって、めちゃくちゃ食べます。今日お腹空かせてきたんで、いっぱい食べてます。ラーメン3杯とか食べます。すごい。いただきます。はい、どうぞ。どんどんいっちゃってください。マコトさんがもう、いやでもマコトさんが完食ですよ。やばい。スタッフさん、次のお知らせください。行けますか。いや、ずっと食うのはきついですね。そうか、そうですよね。僕夢だったんですよ、多分。そうやね、客に出るのは。本当ですか。嬉しい。やってみたかったんですね。いや、もうあの多分もう1回2回で過ぎていくと思うんで、ぜひ次のゲストもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お力添えの方よろしくお願いします。なった。でも分かんないね、もう。もう早い。ほら早い。で、ケンジ君もうチャーハン終わったら、すごいきついし。いや、まだちょっと早すぎる。触ってほしい。いいですね。愛されたらできないです。そうなんです。餃子ってことだ。餃子は最後の最後まで。最後までいければ。ずっと登っていただければ。餃子だったら結構いけたんですけど。一番多分なんかね、今日オープニングで聞いたんですけど、一番最後の時間帯はお酒のところらしいです。一番活躍できる。本当に酒はね、お酒だったらいけますからね。はい、ということで、ケンジさん、完食でーす。早いね。え、すごい。すごい。早すぎんすか、一人だけは。あったかどうかもわからないぐらい。左利きなんですね。左利きは本当だ。え、でもこれね、あのフードファイターって左利きすごい。へえ、すごい。これ本当に左利きすごい多いよね。あ、めちゃめちゃ左利きと B 型が多いです。何型ですか、ちなみに。大型です。全然違う。ちょっと惜しかった。なんかすいません。めでたい交代で。じゃあ、食べる人、信じですか。じゃあ次、食べていただくのは渡さん。はい、お願いします。一番食べるかもしれない。一番食べます。一番食べます。こちら、王将セットになります。わー、王将セット。一番ベース嬉しい。食べました。はい、すごい。渡さん、完食です。もっと高いんだろうなって思ってて。わかる。はい、お腹の具合まだ大丈夫です。すごい。お待たせしました。すごい。これめちゃめちゃ熱いんで気をつけてください。誠さん2セットいけるんだ。すごいな。食べれるかもしれない。ちょっと時間落ちゃったからちょっと不安ですね。ああ、わかります。すごい撮る。皆さん、ここでなんと津田さんがイエーイ。おー、食べたー。いただきます。これが餃子のショーです。細かいですね、そういうの全部やります。じゃあ、揚げ餃子。揚げ餃子食べたい。お味の方はいかがですか。めちゃくちゃ美味しいです。あ、ほんと熱いっすよね。餃子食べよう。なんかそろそろお腹空いてきたわ。どうすよね。食べたいってないですもんね。たくやさんだけまだっすもん。食べ方があんたってことだよね。すごい、本当にいろんな餃子来てる。はい、大阪らしいですね。お好み餃子。おー、美味しそう。はい、じゃあ、はい、松岡に変わります。はい、頑張れ。はい、頑張れ、頑張れ。餃子食べます。はい、開始してようやくやっと食べれる。やっと食べれる。お待たせしました。やっと食べれる。これ、水餃子やばいから。美味しい。美味しい。これ、もちもちでやばいから。来るのね。来そうだね。来るよ、これ。うまっ。おー、
ようやく念願たけさん。よかったよかった。お腹いっぱいにしてさっきのね。いやーすごい。やらないよ。うん、あ待って、渡辺さん完食？終わりました。おい。すごい。もう一つ来た。もう一つ。すごい。これどうしよう。おいしい。あとは任せろ、これはすごい。あとは任せろ。あとは任せろ。あとは任せろ。分かんないよ、分かんない。いや、でも冒険したい、冒険したいよ。お、かっこいい。かっこいい。さあ、逆に冒険したい。ラス1位誰か。うわあ、すごい声だった。さあ、今、あとだから残った状態で、一旦こちらは表みたい、確かにね、もっと噛んでて、いや、食べたね、溜まってくる、これすごい、めんがすごいよ、頑張って、いただきます。はい、餃子ラスト、ラスト、ラスト、すごい、すごい、いやあ、すごい、いやー、これ人生で多分一番餃子食ったおめでとうございます。ぜひ皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、祭りの皆様には、祭りさんには頑張っていただきました。まだマックスでした。しおりちゃんで、今度は投げゾーンですか？先ほど一番最初に食べた一品料理、一品料理があったと思うんですけれども、はいはい。うん、なんか食べたなっていう感じです。それのちょうどサイズっていうものがありまして、ちょうどサイズを、まあ、そのちょっとサイズがちっちゃくなって値段もリーズナブルになった、定食とか頼んで1個別のお皿でその総菜として食べるようなもののゾーンになります。うまい。じゃあ引き続き食べていこう。いきましょう。このテンションいただきます。もうガンガンいっちゃってください。いただきましょう。全部食べてる。あ、これがオーナーのガーリック。結構ごっかりめのあるんですけど、うん、ガーリックが何があったのか。もう少しで、明日もね、鈴木さんの誕生日だと思ったので、誕生日プレゼント用意してます。え、これマジで？え、本当に？ありがとうございます。おー、ありがとうございます。見ていいですよ。え、入るすぎやねんか。いや、マジでやつです。あの、シロクリニックさんにお願いして、でほら、食後ちょうど2年経って大事な時期だから、ちゃんとやってもらおうと思ってシロクリニックさんに、はい、いただいてます。そう、年生脱毛症における発毛剤。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。43歳、これで乗り切りたいと思います。これ、どうやって使うんですか？これ、あの、塗るタイプのやつなんで、はい、あ、この、あそこにね、アルシンの部分に。そうです、そうです。あ、ありがとうございます。めちゃめちゃいいやつだ。これミノキシジル本当にうまいから、マジですごいから、もうボー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 よ。大丈夫、早すぎて美容院からクレーム来るって言ってた。そんなそんなことないやろ。今度食毛する人いなくなる。ありがとうございます。やった。でいつまでね、こうね、若くいたいから。お父さんは娘も生まれちゃったから、パパ嫌って言われたくないからね。どんどんもう生やせるもん生やしていきましょうよ。大食い界隈で、安藤さんって2人いるんですけど、もう1人の安藤さんがちらっと見えた。僕はこれ疲れてるからじゃないですよね、きっとね。うん。じゃあもしかしたらバージョン2の可能性でもちょっと来てください。その大恩人でもございます、男性 YouTuber の先駆け的存在ですね、大食い系のドロー君でございます。マジで来てくれたの。ありがとう。でマックスだったら別に今回ったら、マックスの怖いとか言うのかもしれない。うぇー、しおりさん、しおりさん、新潟の柏崎から来てるじゃん。はい。で、せっかくなんで、食べながらどん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 、はい、これシステム的にはどんどん増えてくるんで、ほんまガンガン来ていただいて、本当に今日いろんな方に来ていただいて、このままマジで後半でしおりちゃんとドラボを連れ回って、ね、作り物ですよ。そうだよね。僕、サイズもね、女の子とコラボすること自体ほぼないんじゃないか。あ、そうなの。
ない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 。だってね、前田スタッフちゃんがね、あの先月、先々月ぐらいに1回コラボして、それも1年、うん、でもあ、そっか、じゃあ今年のでも1回、2回ぐらいか。うーん、なんか美味しいですね。めちゃくちゃ美味しいでしょ。あれね、じゃあ食べてないから眠くなるんだ。なんか口でモグモグしてたって、ベース寝るって言うんですよ。何ですか。これもさっき食べてるんですか。全部食べます。マックスはこの後、お酒コーナー、お酒とまだおつまみがあります。マックスは飲むんだ、そのタイミングで。そうですよ。せっかく今ドラゴンをね、食器来てもらってるんで、まあちょっとね、かな、気使ってるんですよね、食べていただきたいと。美味しいものは美味しいですね。おー、ドラゴン完食でございます。もう4皿5皿をペロペロリと、ね、一応ね、こう見えても僕 YouTuber ですから、ドラゴン2にもなって頑張ってますから。バブルチになって頑張ってますから。バブルチになって、ひどいひどいチャンネルでしょ。誰も拾わないです。僕からは知らないけど、言うけど、拾わないけど。本当にこの、お、今なんとか言いながらも、しおりさんが、はい、もう思います。ホイコーロさすがですね。何もしてない。本当眠そう。皆様話進むようにもうトークでもうベロベロですよ。眠そうにしてたまに人いじって。ごめん。本当にごめんなさい。11時半の飲み屋のじじいなんです。はい、ということでしおりさんとドラゴさんにこの一品料理、本当お二方ありがとうございました。ありがとうございました。今ちょっとこの後なんかお酒ゾーンが控えてるんですけども、しおりさんちょっとお時間の都合ということで、はい、ここでちょっとさよならなんですけれども。お酒コーナーはまたね、アダルトな助っ人が来るんで。まだいらっしゃるの？はい、まだいらっしゃる。本当に？はい。なんであの後半も、まあ、マックスとドラゴン組んで、まあ、そのまま続けていこうかななんて思ってますよ。分かりました、はい、じゃあここでは勝利させてもお別れということで、です、ね、まず本当に本日ありがとうございました。ありがとうございました。ご自身の活動も頑張ってください。はい、また呼んでください。ライブを応援します。チャンネルも、はい、うん、ということで勝利さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。拾わんかい。あなたはまだ残ってますか。拾わんかい。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングに向けてと、マックス鈴木の43歳の誕生日が明日なんでね、おお、祝して、はい、はい、乾杯しますか。行きましょう。おっす、じゃあ行きますか。じゃあ僕はレモンサワーで、はい、ブロックもグレープフルーツサワー、僕はビンビールで、はい、はい、じゃあ行きますか。じゃあいただきます。いただきます。うぅ、黒黒、うぅ、眠気が冷める。あぁ、うぅ、中華屋のシャップ、キムチ屋。いや、すごいよ、これ、ほら、おつまみセットが。すごい。あぁ、酔っ払いになってたよね。うわ、いいね。うん、いい、なんか、ね、なんかこういうのもいいね、なんかね。でもあの、あくまでこれ成功が条件なんで、ちゃんと会員、はい、私そこそこ酔っ払ってますよ、僕は。大丈夫です。でもちょうど今ね、ゲストで来たんで、言ってたんで。うん、あ、本当に、はい、キムだ。じゃ あ、 どうしよう。また目隠しスタイルにします。ギャルが清掃系かでたらギャルです。え、マジで。はい、え、そういう感じ。はい、ほぼギャルです。ほぼもうギャル、ほぼギャルです。マジで。え、そういう感じ。サムライキングついにアカウントバンになっちゃう。大丈夫。せーの、だけでいい。せーの。ちょっと待って、どうも、じゃあパンちゃんです。アムちゃんです。パンちゃん、アムちゃんが来てくれましたよ。撮影専門のパンちゃん来ました。いいですね、この絵が全部こっちに寄ってるのがたまらなくいいです。今日これ片付けちゃえばいいですよね。そうです、今お酒カードなんですけど。本当に本当に、はい、マジっすか。ありがとうございます。本当にしかもアホちゃんまでね。若干酔ってます。
普通に。いやでもまだビール一飛び飲んでないですけど、マックス酒ダメなんですよ。あ、やばいっすね。やばいっす。安心しなさい。3号から2号から酔っ払います。やば。はい、ザオーエキスポートのバンちゃんです。やばいやばい。神奈川県富士山市にございますラーメン店、石川店店主でございますね。行きます。そしてハボチャンネル底辺経営者のハボちゃんです。イエーイ。底辺経営者、底辺経営者、一応経営者でございます。うおー、ハボちゃんです。お二方の情報は概要欄に貼らせていただきますので、ぜひチェックしてください。はい、じゃあ始めますか。いただきます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 。はい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 。で、濃いめのレモンサワーかな。ちょうど濃いめの濃いめのあれだ、焼酎ハイボール、焼酎ハイボール。で、僕これグラスビールいっちゃいます。はい。どうですか、減り具合は。なんか深刻で減ってます。ちょ、一回ちょっとこの辺バーンと飲んだやつだけ、はい、綺麗に片付けて、片付けて綺麗にいきます。せっかくなんで。そうですね、はい、うん、言うてももう結構フィナーレに近いぐらいの感じで。そうですね、はい、どうですか鈴木さん、やってみて今回。ぶっちゃけ意外にないめっちゃきついけどめっちゃ楽しい。なんかそのチャレンジするってものもそうなんだけど、特にやっぱ感じたのは皆様に支えられてサムライキングあるなっていうのをものすごく感じた。本当にだし、シンプルに嬉しいし、何て言ったらいいんだろう、その本当に皆様ありがとうっていう一言に尽きるかなっていうのが感じたことかな。一日こっちに向けて、それこそいろんなところからね来てくださって、でこの企画だっていうので、なんかびっくり、なんかすごいいい、なんかこう侍側であんまり経験したことないような気持ちになってます。いや、何やったんだ、多分お酒美味しいな。ありがとうございます。そうです。ありがとうございます。本当にマジで、多分お酒バーだと思うんだけど、マジで餃子と中華そばが食べられました。ほんとに行くの。え、これルール的にあれだろ。別に、ああ、あの、やるメリットがないだけなんで。いや、てか俺、餃子食ってないんですよ。一個食いたいなっていうのがあるんで。逆にこれ終わった後に、あのエンディングで1分くらいとかどう。餃子早食いです。わかんない、分かんない。俺からどっちか。いいよ、じゃあ今。じゃちょっと餃子いいですか。何個何個ですか。あの餃子食べたい人います。ここで。じゃあ2人前。ちょっと2人前。はい。と。え、小川さんどうなんですか。ガランダですか。そしたら乗せますけど。いや大丈夫です。大丈夫です。でも俺個人的にはやっぱ汁は行きたいな。と、中華そば。なに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 。中華そば。中華そば、はい、2つ来ました。来ました。おー、ラーメン来た。おじい、行っちゃってくださいもん。ここからいいですか。どうぞどうぞ。いいんですか、あの他の方も食べたりしなくて。うまそう。本当にちょっと食べ物入れとかないと本当に。うまそう。さらに、あ、すいません。ごめんなさい。いただきます。いただきます。どうぞどうぞ。一口のデカさ。いや、デカい。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 熱いでしょ。熱いでしょ。美味しい。美味しい。いや、これもう、あげるよ。あっち持ってってもらって、食べて、これ本当美味しいから。いや、もう多分、最後まで見た人しか分かんないっていう限定の吉田がここで。もう締めようね。どうも、どうも。どうも。いや、お疲れ様です。頑張って。実はね、今回のね、この大阪王者浜田祭りさん、全部に食べきるまでっていう、食べきるっていうチャレンジ、はい、裏で回していくださ、
吉高さんに最後に加えるご登場ということで、ありがとうございます、本当に。本日はちなみに吉田さん、お酒はいける人ですか？あ、もう大好きです。あ、じゃあもうぜひ、もう嫌じゃなかったら行っていただいて。いただきます。ありがとうござい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 ます。最後やっぱ。入れよう、違うね。違うな。まあでも、とはいえ。おじい、次はゲストなしでやらなきゃダメよ。やっぱゲスト呼ぶけど、どうします？ファンの受胎は、うちの店で金曜日とかやるのね。え、金曜日、金曜日なんかこういう食べ物に対してお茶とかで金曜日何メニューやるんですか？全部違うね。もうちょっと話題で、うちはラーメン、ナミチューダイ全部やる。あ、ナミチューダイ全部やる。はい、だとしたら30、40ですか？うん、60ぐらい。60もあるんですね。いやー、やんせよくなもいる。それはそれできついっすね。じゃあ、この奇跡的なちょい残しが全部があるんで、もう乾杯して締めましょうか。はい、全140何品かもう今はもうやりすぎてわからないんですけど、結構僕はでもお酒は最後に本当に言うかと思います。そうですよね。じゃあ大阪大塩さん感謝を込めて、はい、みんなで乾杯して最後のゴール迎えましょうか。はい、はいはい、はい、じゃあもう行きましょう。誰がどこですか？安藤さん、お願いします。え、まだいたんですね。まだいたの。最後の本当お願いします。本日は1日大阪大塩さんに感謝で、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。浜田山店さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。乾杯。ありがとうございます。よっしゃー、お疲れ様です。最後みんなでゴール切るやつだな、これね。うわー、お疲れ様です。これ見て、大阪王将浜田山店さんの全メニュー完全制覇と、はい、すごい。ガサもありましたからね。ですね。でも僕らも初めてでし、初めてやらせていただいて、どうなるかわからない中、いろんなこと、いろんな方にお声掛けさせていただいて、いろんな方の協力を得て、まあ、ゴールを迎えることができたんですけれども、ちょっと、まあ、本当に皆さんのご協力があってクリアと思わなくてですね。ですね。まあお前らが3人でやれと、3人で来いと。はい、ね、はいはい、そういう飲食店で本当なくしたらね、それはね、もう卑怯な手を使わないで使わないで行かせていただきたいと思いますけれども、概要欄の方にね、うん、ね、ぜひちょっとご応募いただけたらね。まあ、改めて、まあ、皆様のお力あっての侍君だなって思うっていう中で、まあ、同業というか、まあ、支えられながら、なおかつそのね、大阪王将浜田山店の全面協力を急ぎっていう、改めて本当に皆様感謝されたいのと、まあ、これができたんで第2回第3回続けていきたいなと思うんで、ぜひ皆様 の率直なあのご意見をね、コメント欄の方にどしどしお寄せいただいたらと思うのと、より一層、4年経ちまして、この5年目に向けてサムライティング頑張っていきますので、ね、一つちょっと見ていただけたらいいなと思う感じですかね。僕は本当ありがとうございました。ちょっと